ジェンダー？わかんない。知らんね。性教育かと思って。自分らしく生きるとか。本当にいろんな意味あると思うんですよね。私は女性だから女性目線で考えてしまうんですけど、男女差だけではないような気がしますけどね。生物的差異による社会的概念、社会的認識の差ぐらいですかね。議員の方々っていうのはもう男性がほとんどなので、女性が女性がっていうことを出すと仲間に入れてもらえないみたいな。についても3月末で制度が終了します。また飲食店も緊急に措置が必要な令和3年度一般会計補正予算などであります。議員の皆様におかれましては十分にご審議いただきますようお願い申し上げます。あんまり重要なお仕事任せてもらえないとか、まあ、それこそお嬢ちゃんだからまあこんくらいでいいんじゃないみたいな、何をすれば結果が出るのか、どこをどう変えればいいのかが分からなくて、おそらくそういうちょっとした違和感みたいなものが重なって、ある時ハッとしもしかして私の能力だけじゃないのではないかみたいな。匿名だったらその自分の心の自由が保たれるというか、決して誹謗中傷をしたいとか相手を攻撃したいからではなくて、自分が本当に思ってることってなんだろうって考えられるようになったんですよ。この発信始めた理由の大きな一つが、やっぱり自分が実名顔出しでフェミニストって言える社会を作りたかったからなんですよ。はあ、いろいろあるな本当に。定時で帰ってくるのは当たり前だと思うなって、どんな思いでこの定時にしてるか分かるっていうふうに言われて、いつも早く帰るって何やってんのとか、なんで早く帰るのってやっぱり聞かれたことやっぱりありますね、やっぱり。はい、努力してくれてるんだなと思って、家事をやることだけが努力じゃないんだなと思って。当然起こりうると思うので、それは怖いと思いましたね。うん、なんかちょっと話が変わってもいいですか。これちょっと思ったんですけど、さっき男性として息苦しいことはないですかっていう質問あったじゃないですか。僕らあんまりそこに対して時間使ってないですよね。なそうですね。議論の時間のほとんどが男性として女性のジェンダーの話をずっと語ってて、今の若い夫婦が役割分担してるでしょ。結局あれだわね、昔は絶対考えられなかったでしょ。男が飯食わせるんだと思ってやってたことに関しては、僕はそれがあの時代と思うかもしれんけど、それが当たり前だと思う。もう育ちがそう育っているから、いい時代になりましたよ本当。うん、今は家庭のことをねやれるでしょ、男の人が。だからこう平等になってくる。もう10年経たないうちになるんじゃない。もう本当に半々になるって言ったら、やっぱりまだ30年、30年足りるかなって思います。100年ぐらいかかる気もしますよねとは思ってて、それを少しでもこう縮めていける努力を今しないと、まあ、次の世代に顔向けができないなと。男の子は虫が好きで、女の子はなんかあのやんちゃっていうか、別にうちも泡好きだったりして、女の子なのにそんなできるんだねみたいな、前に立つんだみたいな、男の子運んでとかって言われるのが、力持ち集まれっていう。ここんとありがとうございます。その女性が楽になるってことは男性も楽になるってことだから、みんなでやろうねって。なんかあのその最終的な目標として結構政治に関わりたいなと思っていて。どうですか議員に。あ、私ですか。もうここなんか全然女性上位じゃない。